衝撃のラスト。もうジェットコースターみたいな、もう飽きずにもうあっという間な時間でした。もうヤン王子を見に来ました。最初から最後まで見どころしかなかったなと。パワフルな女子が大活躍します。テンポすごいよくて飽きないです。もう最高でしたね。マーベル大好きでずっと結構追っかけてて、結構キャプテンマーベル結構好きで、結構楽しみでした。やっぱりあなんか今までと違ってこう女性ヒーローの活躍っていうのが、すごくしっかり出ていて、こう新しいアベンジャーズが始まるんじゃないかなっていうのがちょっとワクワクした感じがしました。最高でした。一言で言うと、まあ、最高だったっていうのと、あと、まあ、4D で見たのですっごいまあ、アクションシーンの臨場感も感じましたし、それにキャプテンマーベル1作目もとても好きだったので、まあ、キャロルの新しい一面も見えてすごく、まあ、大満足です。なんかアクションも盛りだくさんだったし、なんか時間が短い風に事前に見てた感じだとか、上映時間が短い割にはすごく満足のいく盛りだくさん でユニークな部分もすごく多くて面白かった。もうヤン王子を見に来ました。彼女のように推し活中なんで、もう彼を見るために初日に来ました。いや見に来て、今日もしかしたら予告のシーンだけだったらどうしようって言ってすっごい一生懸命見てたんですけど、すごくいいシーンに、もう歌にダンスにアクションもあって、もう大満足の。いやめちゃめちゃ良かったですね。本当エンドゲーム以来もう一番個人的に良かったなと思いました。スパイダーマンとも張るぐらい良かったなと思って。そうですね、今まであんまり掘り下げられてなかった、キャプテンマーベルをやっぱり掘り下げたというところと、実際に見てやっぱりより一層新しいミス・マーベルの一面も見れたりというところで、本当になんかファンとしてはすごい面白かったなと思ってます。最初から最後まで見どころしかなかったなと思います。パワフルな女子が大活躍します。めっちゃ楽しかったです。テンポすごい良くて飽きないです。そうですね、もうこれからの展開がもうめちゃめちゃ楽しみになるようなものがあって、一人で見てたんですけど、ちょっと思わずおーみたいな声を出しちゃったところがあったので、それはもう絶対マーベルの映画とか見てきた人だったら絶対期待できるような、はい、シーンがありました。なんかマルチバースがもう始まってきてるじゃないですか。でもあそこが次これなんだみたいな、わっていう、なんかもうずっとニュースで次これ来るんじゃないかって言われてたのがやっと来たかみたいな、そういうのでもう衝撃が会場内もざわざわざわって、黙っては見ていられない。黙っては見ていられないですね。あれはなんかもう同一世界の中でものつながりもだんだん出てき始めたし、あとはマルチバースサーガ的なようになってくる方向にもつなげられる感じのがめちゃくちゃあってよかったです。特に、まあ、毎回恒例のポストクレジットのシーンが私としては非常にあこう来るのかっていう衝撃がすごかったです。男性から見てもかっこいい女性っていうのがたくさん見えるので、どんな人でも見に来てほしいなと思います。今までのマーベル作品だとあまり女性が主役の作品ではあまりなくて、男性が主役でこう敵と戦うっていう描写が多かったんですけど、まあ、今回女性に集中しているので、まあ、家族連れでも楽しめるんじゃないかなと思います。いろんなキャラクターが世界観を共有して、まあ、時には共闘したいっていう良さもありますし、それにいろんな人種の、まあ、今回の映画だったら黒人のモニカ・ダンボだったりとか、ミズ・マーベルだったりとかいますし、まあ、そういういろんな異なる、まあ、人種異なる人種のだったりとか、いろんな種類のヒーローが見えるので、まあ、そこの、まあ、共闘の良さだったりとか、そこは毎回いろんな映画見れて非常にいいなと思います。マーベルズに出てきたこの人誰なんだろうっていうところから、この人これに出てるよってどんどんこう派生させて見てもらって、2回目見た時にあこの人この特
ところのここで活躍した人だってテンション上がってもらえたら嬉しいなと思います。